を装備したハンビー RWS は、軍用装甲車などの装甲戦闘車両や、軍用船舶に装備されている遠隔操作式の無人銃か、砲塔のことを指す。RCWS やオスとも呼ばれる。防衛省では、リモートウェポンステーションと訳している。21世紀に入って、実戦で使用された新しい兵器である。代表的な RWS は、 紫外線などにおいて、社外に身をさらして、対人重機を操作する乗員の被害が多いことへの対策として、イスラエルのラファエル社で、ラファエルオスが開発され、その後、各国で同様のものが開発、配備されている。アージュンマーク2の砲塔上部に搭載された、RWS。引き金が隠れているため直接操作は、不可アルバレット DM を搭載した。 車両市街地など待ち伏せを受けやすい場所では、基重手が車外に露出して警戒すると狙撃されたり、路肩爆弾などに巻き込まれる危険があるため、伊手の周囲を覆うオグプックが開発されたが、装甲板が防げるのは小銃弾程度であり、上部が解放されていたため手榴弾や火炎瓶などを投げ込まれる恐れもあった。このため兵士を外に出さず、車内から搭載カメラの映像を見ながら、 操作を行い、安全に攻撃を行うことができる装置の需要が生まれた。このため現行で RWS は軽装甲の小型車両に搭載されることを前提とした設計が多い。戦車や不評戦闘車のように積極的な攻撃意図を持って走行車両と交戦する戦闘車両は敵不評の肉薄を防ぐため銃眼の他に、 リモート基準を備えることもあったが、砲塔には、手法同軸機基準を備えていることが多い上、基準の照準をペリスコープ越しに合わせるため命中率は低く、あくまで不評を追い払う牽制用にとどまっていた。例として74式戦車の試作段階では、車内からリモコンで操作する対空基準がテストされたが、基準用ペリスコープの狭い視界からは精密射撃が、 期待できず、費用対効果が低いと判断され、量産型では採用されなかった。走行兵員輸送車に自営用として装備される、機銃を車内から操作できるように設計された例もあるが、制御装置が未発達であったため命中精度は低く、機銃種の安全を確保するという意味合いが強かった。例として73式装甲車や96式、送輪装甲車は重刀を、 車内から操作可能であるが、NBC 環境下での戦闘を考慮した結果であり、照準はペリスコープ越しであるため精密射撃は不可能であった。リンゴには、潜望鏡を利用した機械式の並走ステーションが搭載されているが視界が狭いため、カメラを搭載した RWS への更新を予定している。後に、光学機器や制御装置などが進化すると精密射撃が可能となり、 狙撃が可能な対人、対空機銃など期待されていた用途に加え、搭載カメラのズーム機能や暗視装置により偵察、監視任務にも利用できるようになった。また現代では無人航空機の対策として搭載される例もあり、インド陸軍はアージュン主力戦車をマーク2にアップデートした際、主砲同軸機銃とは別に、砲塔上部の機銃を RWS 化している。 搭載される火器は、不評や小型の無人航空機など、難目標対策として 5.56mm を使う軽機関銃を搭載したものから、30mm クラスの機関砲を搭載した砲塔に近いものまで存在する。RWS は一種の軍事用ロボットであり、走行中でも標的を標準に捉え続ける機能が実現されている。現代では艦船に搭載される。 CIWS のような飛来するミサイルを迎撃するアクティブ防護システムとしての機能、敵の攻撃を感知し、標準、反撃を行う自律システム化が研究開発されている。基本的にオペレーターが、車内から操作するため引き金は露出していないが、アルバレット DM は本体の後部から搭載した高度重機関銃の操作が可能であるなど重化としても使える設計もある。 12.7mm 機関銃搭載型敵弾銃、搭載型 30mm 機関砲搭載型課題、標準装置と武装が通常は360度前周旋回と、不行が可能な課題に取り付けられる。機体より、下の球団機構を省けるものが多い。オプションで、スタビライザーが付くものもある。武装以下の兵器の一つ、または、複数が、標準用光学機器と同軸に、 課題上に備えられる。既存の火器を紹介増したものが多い。発煙弾発射機、RWS のシステムと一体化し、オペレーターが任意で発射できるものもある。撮影照準用光学機器 TV カメラで撮影した映像を、車内のディスプレイに表示して、照準操作する。レーザー距離測定器を持つものもある。車内操作装置車内から、照準。 発射操作を行う。長所短所従来、戦場後方で使用される、軍用車両にはそれほど武装は求められず、せいぜい、ピントルマウントと呼ばれる棒状の重火に、機関銃が一丁ついている程度だったが、20世紀末からは、機動力が増し、空陸一体で戦う兵器の登場で、固定的な前線が意味を失い、従来の後方部隊であっても戦闘に巻き込まれる、可能性が高くなった。 また、国軍同士が戦う従来型の戦争や紛争に代わってゲリラとの戦闘や治安維持的な任務が求められるようになり、従来の広報補給活動で使われていたトラックのような非走行の輸送用車両と最前線で活躍した戦車のような走行戦闘車両の中間的または両方の機能が求められるようになった。こういった状況に対応して、 従来型の兵員輸送車や、ある程度走行を備えた輸送的な任務がこなせる、車両へ適度な武装能力を与えるために、RWS は開発された。RWS は、棒だけの重火で社長が肩から上を車上にさらして、機関銃を射撃する者と、一人や二人程度の友人砲等によって、機関砲で砲撃する者のとの中間的な武装であると言える。 RWS のような遠隔式の重火、砲塔は航空機や艦船への搭載用として第二次大戦中から研究が続けられており配備が進んでいる。艦船が搭載する対空防御用の機銃は当初有人であったが第二次世界大戦後には遠隔操作式の研究が進み航空機だけでなく対艦ミサイルへの防護手段として ファランクスのような自立した防御システムが普及している。巡視船などに搭載される小型の砲塔も遠隔操作式であるが、射撃式システムの進化により、波の高い概洋においても、船舶の特定部位を狙う程度の命中精度が実現している。例として、海上保安庁の使用する RFS は3メートル以上のうねりがある、解消状況でも十分な命中精度を発揮した。 大型爆撃機の防御用銃座は当初友人であったが、予圧するため銃眼を開けられなかった B-29 で遠隔操作式が採用された。アメリカ海兵隊向けのメガボルト -22 には電子、赤外線センサを備えたターレットからの情報を機内の液晶ディスプレイで確認し、コントローラで M134 を乗せたターレットを操作する。 IDWS の搭載が予定されている。ありがとうございます。